入った入った入った。はい、今日は何だっけ、シャンパンメロンに、あ違う、シャンパンじゃないの、これスパークリングワインだから、スパークリングメロンに挑戦、イエーイ、イエーイ。俺知らなかったんだけど、シャンパンとスパークリングワイン違うんだって。知ってました？どうぞどうぞ。今日はこのね、オルフェの前回の動画の余った半分のメロンにスパークリングワインを注いで食べるという非常に贅沢な、なんかどうやって開けるんですか？開けていいよ。開けます、うん、なんかすごいやったことのない悪いことをするような気分なんですけれども、仕事中です。あ、仕事中です。寺坂農園社員、お酒飲める組です。少しちょっとだけ。エリさん飲めないもんね。エリさん全然 お酒飲めないもんね。飲めない。はい。わお、 もったいないでしょ、メロンにお酒入れるなんて。もうそのまま食べようよ。なんで贅沢なの。大人のね、大人の、じゃあ大人のメロン、ちょぱちょぱお願いします。はい、スパークリングワイン、イーン、アップアップ、来たー。わー、シュワシュワ、ほっほっ、シュワシュワ、ちょっとアップアップ、めっちゃもったいない。もう一声、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 お願いします。もう一かけ、もう一かけ、いい感じだな、これ。おお、オーバーフロー、オーバーフロー、もっと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 、表面ちょっと、すごいね、このオルフェメロンのね、半切りにスパークリングファイン、ちょっと安いやつですけど、うん、入りました。はい、じゃあ食べてみましょう。はい、じゃあ女の子の伊藤さんから。ああ、ごめんなさい。女性の伊藤からさんからどうぞ。はい。どんな味するんでしょうね。初めて。香りがすごい。あの、なんだっけ、ブランデー入れる赤肉メロンのやつはやったことあるんですけど。うん、そう。どうですか。美味しい。あの、お酒っぽさが全然。はい、ないんですけど、はい、いただきます。いただきます。お昼間からすいません。大人の、あ、ちょっとこれはいい、大人のスパークリングメロン、これタパタパつけて、タパタパつけて、うん、いただきます。いただきます。うまっ。ワイン、うん、うん、大人、いや、うわ、いける。え、なに、苦手なんだけど、ぶどう果汁とメロン果汁のコラボレーション。いややばい、もう酔っ払ってんじゃないの。ちょっとちょっと練習したんじゃないですか。ちょっといや、今これ本当にちょっと、うん、ちょっとシュワシュワ感がある。これはうまい。いや、うん、大人の味。うん、もういいよ、もういいよ、仕事中だから。これ感動レベル。もういらない、もういらない。ここですよ、ここ、ん、ここ、あ、ここ、ここ、これすくって飲む。メロンスプーンだから。これは大人だけに許された味ですよ。キッズは真似しちゃダメだよ。仕事中よ、仕事中。もういいよ、もういいよ。本当にメロンの甘さ、ちょっとさっぱりしたオルフェの、ね、後味の良さと白ワインの、ね、こう炭酸のかかった白ワインの、あ、爽やかですね。何ですか、マリアージュですか、これは。これはね、キッズにはまだ早い。大人の味よ。大人。大人でよかった。お酒飲めてよかった。やばい、これ止まんないですね。これはあかん。これが、うん、ちょっと、どんどんいける。来年メロンでも買ったら、ドンペリでやりたいと思います。今年は無理です。安い。やったー、社長言いましたね。来年だよ。今年は安いし白ワイン。1000円だった。1500円。来年はこれがドンペリになります。やった、楽しみだね。いやいや、来年も頑張ろう。頑張ろう。いいメロン作らなきゃ。あ、でもこれすごいね、うん、白ワイン、白のスパークリングワインで、ちょっと進むね。うん、本当にアルコールの、いや、聞いて、うん、これは毎日食べたいですね。これね、撮影終わったらグワーいきますから。仕事中です。いや、これレポートしなきゃ。いや、これ皆さん、本当ワイン好きな人、メロン好きな人、これ絶対やってほしい、うん、青肉メロンに白ワイン、白のスパークリングワインは最高に合います。とっても美味しかったです。最高です。バンザーイ、メロンバンザーイ、スパークリングありがとう、スパークリングワイン最高。酔っ払い3人組みたい。まだ酔ってる。